中距離核戦力の条約がずっとありましてですねこれは非常にあの名前が難しいっていうか普通「INS」とこう言ったりしてるんですけどもあんまり最近略語も多いのでえ略語も分かりにくいしちゃんと言うと「中距離核戦力全廃条約」とまあ言うんですね。全廃いいううのはは英語にはないようななよ感じなんですが えー、だから、えー、英語をそのまま直訳しますと中距離核戦略核戦力条約と廃止するとか廃止してないとかいうのは一応その,表題の英語の表題にはあ、ないんですけどもこれはあの、えーっとまあ、アメリカではレーガン大統領それからロシアはゴルバチョフがですね、えーえー、そのソ連の指導者になった時に、まあ、あんまりこう えー、中距離核ミサイルを山ほど作るっいうのは問題だということで、えー、1988年にですね、えー、1987年のクレーンに調印されて1988年に批准されて、えーまあ、ひあの調印という意味では1987年批准という意味では1988年に、まあ、できたものですので、まあ、今からちょうど30年前ですかね98年18年と30年目なんですけれども まあ当時はですね、実はあの世界のこういったあの大きなあの、まあ、戦争が起こる可能性っていうのは、えー、もっぱらヨーロッパだったんですね。でヨーロッパですから大体射程がミサイルの射程が大陸間弾道ではなくて、まあ、大陸間弾道弾というの大体 6,000km 以上、まあ、1万 km ぐらいは飛ばなきゃいけないんですが中距離つまり5 0 0キロから 5,500km までですね、えー、ちょうどあの ソ連を中心としたワルシャワ条約機構の国とそれからイギリスフランスなどのヨーロッパの西側ヨーロッパですねこれが厳しく対立しておりましたのでそこにまあ核兵器が集まると一体我々はどうするんだっていうことで結局この条約が1988年に発効してですね1991年3年ぐらいの間にですね合計2692機と言われてるんですが。 アメリカが約八百五十ぐらい、ソビエトが約千八百ぐらいをですね。えー、廃棄して、えーまあ、核戦力がずいぶん少なくなった。この廃棄した一部が、アメリカのスミソニアン博物館とか、そういうところに飾ってありまして、まあ、かつての冷戦の,その記,記憶として残っているわけですが、内容は結構ですね。ややこしいんですよ、こういった軍事のことは、もうとことんややこしいんですけどね。まああの 基本的には今言いましたように NATO 軍とワルシャワ条約機構軍の間で戦争が起こるとそうするともうそこにですねミサイルがじゃんじゃん飛ぶっていうのはやめようじゃないかということなんですがしかし背景はですねそうでもなくて、えー、まあ次々新兵器はできるしですねこれをや,やめさそうと思ったらこっちが出てきたりなんかしましてですね、まあ、いわゆるこう二重決定っていうのがあるんですけれども。 えー、結局片方で平和条約を結びつつ片方で戦争の準備をするなんていうことが随分行われましたねあの当時、まあ、お互いに不信感もありました冷戦時代だですね、まあ、そういうものの一掃をしたと、まあ、これが1988年ですからね、まあ、ソ連邦が崩壊する前にゴルバチョフという書記長が登場してそしてまあこういう平和に向かった動きが出てきたと、まあ、これが30年続いてきたと。 で今アメリカとかロシアはですねまあいろいろ別の手奥の手とかいろいろあるんですよ巡航ミサイルがどうとかですね中距離核弾道というのと違うものを開発するとか、まあ、いろいろ裏道もあるんですがまあ簡単に言うとアメリカとソ連の軍拡競争は中距離についてはこれで大体終わったということになるのでそれでも良かったんですね。ところががその後ソ連が崩壊してまあ えー、冷戦も終わったということになったんですが今度中国がですね、まあ、勝手なことを南シナ海でこう自分の海にしたりですね貿易インチキしたりまあいっぱいするもんですから、えーまあ、米中冷戦と言われるような状態なんですね。えー、アメリカ政府としては一応もう中国はもう仮想敵国ぐらいな感じでですね関税はかけるしっていうのをやってるんです。でこれはあのトランプ大大統統領領とか副大統領が 日本の新聞なんか見てると表面に出てるんですけどそうでもなくてアメリカの議員もかなり激しくてですね、えー、むしろトランプ大統領の中国に対する姿勢は生ものりと、まあ、こういうふうに言ってる方が多いような気がします、まあ、一方ですねだから結局世界情勢から言えば今もヨーロッパが全然ダメなわけですよ私たちヨーロッパの首脳をつったらですね、えー、まあメルケルさんぐらいちょっと知ってるとイギリスのメイ首相はこの前も閣僚が 内部分裂を起こししたりしても大変だとフランスはあの若い大統領が何やってるかよく分からないともうイタリアとかスペインとかギリシャはです、ね、もう崩壊してるというような感じで,です,、ねまあ、すごく地位が下がってるのでもう今や、えー、昔のソ連とアメリカがヨーロッパで対決するということを中心とした、まあ、こういった中距離核戦力の条約なんかはもうあまり意味がないんですね。むしろ中国は、まあ 条約に入っていませんからいくらくでも,もう中距離作ると、まあ、日本なんかいくらでももう的になるとじゃ日本の中にアメリカ軍の基地があると、まあ、そこを狙ってるよと、まあ、こういうことになるわけですからまあ時代とともに対策が必要だってことは必要なんですねただ日本のマスコミがですね相変わらず古いタイプの報道をしてますので、えー、例えば種子法種ですね日本の種種子法の廃止のことでも マスコミはやや批判側に回ってますけどもだけど大体ですね戦後とか冷戦の最中とかそ,れそういった時にできたものはやっぱりある程度変えていかなきゃいけないですねそれが一つありますしたがって日本のマスコミの報道姿勢に騙されないということがこの中距離核戦力条約の廃棄トランプ大統領がこれを廃棄したわけですがこれについては注目すべきですねそれからもう一つはですね。 トランプ大統領は片や中東から引くとかアジアから引くとか言ってアメリカ中心にやって平和主義みたいに見えるけども一方では宇宙宇宙のやつとかですねいろんなことやってるじゃないかとトランプ大統領が必ずしも平和主義,じゃな平和主義と言えないんじゃないかっていうのは私なんかも私はトランプ大統領の平和主義って言ってるもんですから批判されるんですけど私はですねねそうででもないと思ってるんですねやってんすやぱりね この議員っていうのは、例えばアメリカの議員なら、議員は勝手なこと言ってるわけですよ。ところがね、大統領ともなるとですね、やっぱり国内の勢力バランスを取りながらやっていかなきゃいけない。今までの民主党っていうのはですね、親中反日だったわけですね。あヒラリーとかオバマ、こういった人たちは基本的には親中反日なんですよ。そしてもう一つは、平和主義を主張しながら戦争を拡大していくという、これ二面性があったんですね。今の日本のマスコミと似てるんですよ。 したがって日本のマスコミはヒラリーとかオバマさんをオバマ大統領をいいように言ってですねトランプ大統領を悪いように言うんですけどトランプ大統領のはるかに平和主義なんですただアメリカにはですね今までずっと続いてきた民主党政権の中で非常に太ってきた軍需産業ですね、まあ、これを軍産共同体って言うんですけどこれがかなりの力を持ってて大統領ともいえどもですねそんな勝手に軍備を縮小するってことはやっぱりできないんですよ。 彼らを生かしながら生かしながら少しずつ少しずつ体制を変えていくというしかないんですね。そとうい,ういうのが日本では NHK とか朝日新聞とか毎日新聞これはまあ形式的平和主義ですねアメリカでは民主党ですねそれからメディアこれは全部表面上平和主義を唱えて実質は戦争が好きだという人たちそれで儲けてるという人たちそれから実質平和主義というのはまあトランプ大統領に 見られるようにですね実際に戦争をしないということになるとアメリカはまず世界から引いていきながら中国のように極めて好戦的な国は駄目だと言ってですね断固たる態度を取るっていうそういうです、ねえー、ことに切り替えていかなきゃいけないわけですね。 その点では今度のトランプ大統領が発表した中距離核戦,戦力状況からの離脱アメリカの離脱っていうのはですねまず第一に世界情勢が大きく変わってるのが一つそれからもちろん、えー、昔のヨーロッパの NATO とワルシャワ条約機構軍とのお睨み合いなんて今実際にはもうないと実際には東ヨーロッパの国なんていうのはもう今ソ連とロシアと一緒に行動してるわけじゃありませんからね。 それから中国の、まあ、非常に好戦的戦争を好む中国の覇権主義膨張主義にどう対抗するかそれからミサイルの形も変わってきてるわけですよ。昔はまあただミサイルが上に上がって落ちてくるだけだったけど最近は巡航ミサイルとか、まあ、いろんな形のものがありますから、えー、条約もそれなりにしないとですねむしろ均衡を崩して戦争になるという意味合いがあります。まあ、日本の 新聞やテレビの論調にごまかされることなくですねやっぱりここは正しく理解をしていかなきゃいけないと思います。